KFM 78 Because of you with I Furihata。時刻は深夜1時を回りました。ベイ FM、フリハタアイの Because of You、フリボーイズ、フリガールズの皆様、こんばんは。会いたい、愛して、会いに中、愛の三拍子、フリハタアイです。今夜もよろしくお願いします。はい。4月からこの番組もお引越しをいたしまして、今回2回目の放送となります。フリボーイズ、フリガールズの皆さん聞いてますか？深夜1時回りまして、どうでしょう金曜日ね、はい、フリーデイとかって言ってなんかツイッターではつぶやいてたんですけど、今夜も素敵なフリーデイを皆さんと一緒に過ごせたらなと思っております。4月ということでですよ、まあ、新生活が始まって新しい環境にね、皆さん、踏み出してっていうタイミングだと思うんですけども、状況とかした方とかいるのかしらね。東京どうでしょうね。引っ越しするならどんな部屋がいいか。でも私も去年引っ越しして、結構その引っ越ししてからの新しい家のなんかそのなんか何対策、カビを防止する対策とか、ホコリ対策とか、掃除しやすいような環境をするっていうの結構やってですね。例えばこう、お風呂の、カビを防止する、カビなんちゃらってのをこう設置して、もう今もノーカビ、ノーライフです。ノーカビ、ノーライフ。そう。やっぱ最初に新居に入った時の準備って結構大事なんですよ。で、その、ホコリとかカビがたまんないように、なんだっけな。なんかテープをビーって引くんですよ。そうするともうテープ剥がすだけでホコリとかが取れるから、マスキングテープ、これ超便利ですよ。だから事前に入居する前にそういうのをチェックすると掃除とかあとあと楽なんで、おすすめです。はい。ねー、ということでだんだん皆さんもこう新しい環境に慣れている、そんな感じだと思うんですけども、この番組も新しい時間に慣れていきたい、そんな風に思っております。ラジオを聞きながら感想ツイートもじゃんじゃんお願いします。ハッシュタグフリボーイです。フリはカタカナ、ボーイは英字です。うちの引っ越しエピソードであったりとか、この番組の引っ越ししてからのテンション感であったりとか、ぜひ皆さんつぶやいていただければなと思います。そして、なんと今夜は、4月27日にリリースのファーストカバーミニアルバム、メモリーズオブロマンスインサマーから、君たちキウイパパイヤマンゴーだねとは違う楽曲をワンコーラスのみお届けしたいと思いますよ。ぜひ皆さんお聞き逃しなく。というわけで、ベイ FM、フリハタアイの Because of You。まずは一曲お聴きいただきましょう。フリハタアイで、ハネムーン。Because of You with I フリハタ。ベイ FM、フリハタアイの Because of You。改めましてこんばんは、フリハタアイです。なんですけど、ちょっとここで訂正させてください。オープニングトーク、まあ、お引越しのね、お話しさせてもらったんですけど、私そこで、カビの話したじゃないですか。ノーカビ、ノーライフみたいな。これって、カビのない人生は嫌だっていう直訳だったらしくて、違う違うみたいな、違うんです。カビがない人生が良かったんです。だから、ノーカビ、イエスライフ？これ合ってる？いやーもう本当ダメですね。本当に。はい、失礼しました。さあ、今夜もたくさんメッセージ届いていますので、ご紹介していきますよ。ということで、フリハタ様、こんばんはと、ありがとうございます。さて、番組が新年度を迎えられて、とても嬉しく思います。ラジオリスナーは、改編期が近づくと、番組はどうなるのかと、気になってしまいますが、この番組は、フリハタさんの素敵で楽しいトークがあり、全国のリスナーの方々からの熱いメールがあるので、これからも素敵な時間を過ごすことができると思います。番組の継続本当にありがとうございます。最後に、今後も、Because of You が、会いたい、愛して、会いに中な、ラジオ番組になるよう応援させていただきますと、いただきました。嬉しい。これ、名前なしさんなんですか？いやあ、ありがとうございますです。本当に。温かいメッセージ。早速引っ越して2回目の放送からこんな素敵なメールをいただけて本当に嬉しいです。
まあでも本当自分の好きなものであったりとか今思っていることだったり心境みたいなものを淡々と楽しく話してるわけなんですけどもね、ちょっとさっきみたいなノーカビノーライフみたいなことも言っちゃったんですけど、もう皆さんがこの深夜一時笑って過ごしてもらえたら本当に幸だなと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてフリボーイズイリニャンさんです。ありがとうございます。あ、これお写真のコーナーのメールいただきました。フリリン、こんばんは。こんばんは。最近撮影したものは桜です。小さくて可憐な花を咲かせ、昼と夜で趣が異なる、そんな桜はどこかフリリンに通ずるところがあると思います。ちなみにフリリンは昼夜どちらの桜が好みでしょうか、といただきました。え、なんか桜が私に通ずる、なんかなんて返していいかわかんないぐらい恥ずかしい。ありがとうございます。桜ね、なんかまあ、大々的にお花見とかは今年全然できなかったんですけど、まあ移動中とかの時に桜見るタイミングがあって見てはいるんですけど、夜か昼かですか？私は断然夜桜の方が好きかな。で、こないだ、渋谷の坂のところにすごい桜並木がある場所があって、どこって言ったらいいの？あれは何口？南口の方かな？ライトアップがすごい、もうピンク、ドピンクに、もうド紫の、そうそうそう、ライトアップされてて、まあ、でもちょっとこう、テンション上がりましたね。お花見だと思って、結構いろんな方が集まって見てて、写真とか撮ってましたけど。ねえ、なんか桜は、なんでしょうね、毎年見てるものですけど、やっぱりテンションが上がるというか、なんかこうなんでしょう、日本人としては桜と富士山はなんか何回見てもやっぱテンション上がるな、なんかそんな風に感じますね。はい、ということで私は夜桜が好きです。はい、ありがとうございます。続いてフリガールズラダルーさんからいただきました。ありがとうございます。フリリン、こんばんは。こんばんは。いつもフリリンの髪型やネイルを参考にさせていただいてます。マジ嬉しい。冬から春になると明るい色を身につけたくなりますね。でも上着のスプリングコートとかってベージュ系が多くないですか？何人かで集まるとベージュかぶりが気になっちゃって。フリリンはお気に入りの春コートとかありますか？ありがとうございます。ねえ、嬉しいです。ファッション。でもこう、私結構春の上着って実はそんなに持ってなくて、基本冬のコート、まあ、でも結構寒いじゃないですか、今年寒かったりもして、冬のコートで過ごせる日もあれば、もうコートいらずのもうスウェットだったりシャツでも過ごせる日って結構まばらだったりしていて、私逆に今年のスプリングコートを買ってないんですよ。私も何買おうかなと思ってて、でトレンチコートってやっぱいつの流行るじゃないですか、春って。で、私も何年か前にトレンチコート着ていったら、もうほんとまさにこのララルーさんと同じでドカぶりして、何人もトレンチコートみたいな。ねえ、わからなくはないんですけど、でもベージュかぶり気になるんだったら、トレンチコートの形で色をちょっと変えてみるとか、なんかグリーン系だったり紺ネイビーとかちょっと変えてみてもいいんじゃないかなと思いますけど、あとまあ MA1 とかブルゾーンとか、まあそういう上着がいいんじゃないですかね。私もでもまだ探せてないんで、全く同じこと思ってました。春コートどうしようかなみたいな。ちょっと皆さんもぜひ春コート教えてください。続いて長野県在住の50代の男性の方からいただきました。人生で初めてメッセージを送ります。嬉しいですね。フリーボーイズの同僚から、君たちキウイパパイヤマンゴーだねがカバーされると聞いて釣られました。中原芽衣子さんのあの無理やり出しているように聞こえる、かっこ褒めてますよ、高い歌声が好きですが、フリハタさんの歌声も好ましいです。マジっすか。オリジナルを大幅に変えることなく今風のアレンジにというのも大変そうですが、それもまた好きです。君キウイ以外にも大好物がゴロゴロ、 CCB ならラッキーチャンスをもう一度、オメガドライブならカルロスト式3波の私には助かります。今でも通勤時にスマホで70年代から80年代の曲、今は夏メロって言わないのかを聞いていますと。
そしておすすめですが、 H2O さんの曲の中で一番好きな僕らのダイアリー、そしてコスモスドリーム、そしてセクシーアドベンチャーなどは聴いていただきたいです。有名どころですので皆さんご存知かと思いますが、過去の名作を再利用する活動は大変意義のあることだと思いますので、今後のご活躍を期待しております。長文で失礼いたしました。ということで、なんと50代のね、同じ同郷の方からメールいただいて、しかも初めましての方、めちゃくちゃ嬉しいですし、なんといっても同僚の方ナイス君たちキュウパパイヤマンゴーだねをね聞いて、ラジオも聞いてくれて、番組にメッセージもくれて、こんな嬉しいことはないし、しかもおすすめ楽曲までありがとうございます。まあでも本当もう今月の27日にリリースされるんですけど、こうして50代自分より上の年代の方がこうしてフックにかかって聞いてくれて、でしかもこうオリジナルに沿ってオリジナルのリスペクトがあってっていうのもね、ちゃんとこう受け取ってくれてって、嬉しいですね。ぜひもうフルコーラスをね聞いてもらいたいんですよ。今まだワンコーラスしかね解禁してないんですけど、はい。そんな中ねこの50代の長野県出身の男性の方からのリクエスト曲をここでお届けしようじゃないかと思っております。私も大好き同郷の H2O さん、では参りましょう。 H2O で僕らのダイアリー。すごい楽曲。こちらの H2O さんの僕らのダイアリーは、ドラマ飛んだカップルの主題歌なんですけど、うわーもうサビのキスはレモンパイ、もうラベンダーの香りみたいな、いやーこれまたすごいパンチのあるフレーズで、H2O さんのこのね、デュオのね、ハーモニーというか、そのね、コーラスの感じがまた切ない青春って感じがしてね、いいですね。ということで、お送りしたのは、長野県にお住まいの50代男性の方からのリクエスト。H2O で僕らのダイアリーでした。それではここでお待たせいたしました。4月27日にリリースされます、私のファーストカバーミニアルバム、メモリーズオブロマンスインサマーからワンコーラスだけお届けします。皆さん準備はよろしいですか？ハッシュタグフリボーイ、フリはカタカナ、ボーイは英字、このハッシュタグでぜひぜひこの楽曲の感想なんかもお待ちしておりますよ。ということで今回は中山美穂さんの You are my only shiny star をお届けしたいと思います。ライブでもカバーさせていただいたこちらの楽曲、それでは聴いてください。振り畑愛で You are my only shiny star。 はい、ここまでです。ねえ、全部聴いていただきたいところではあるんですけども、ハッシュタグフリーボーイ、皆さん盛り上がってくれてるでしょうか。You are my only shiny star。 いやー、とってもこう胸をギュッと締め付けられるようなそんな歌詞で、私もこうライブでバースデーの時に初めてカバーさせてもらったことを思い出しながら聞いてたんですけどもね、門松俊樹さんのね手掛けられた楽曲でね、切ないバラードでございます。ぜひ皆さん4月27日リリース、ファーストカバーミニアルバム、メモリーズオブロマンスインサマーをぜひお手に取っていただいて、フルで聴いていただけたらなと思います。お送りしたのはフリハタイで You are my only shiny star でした。 JOGVFM Bay FM 78Because of you, with Ivory Hata。 さあ、ベイ FM からお送りしています。フリハタイの Because of you。 そろそろお別れのお時間です。皆さんいかがだったでしょうか？カバーミニアルバムからね、You are my only shiny star を、ワンコーラス流させていただきましたけども。ねえ。君たち9位と弱まいと、また全然こう色の違う楽曲がね、来て、6曲すごいですから、ぜひね、皆さん聴いてもらいたいなと思いますけども。
そしてこのフリハタイの Because of You では引き続き皆さんからのメッセージ募集していますよ。最近何撮った？皆さんのスマホにどんな写真が残ってますか？風景、人物、スクショ、何でも OK ですよ。なぜ撮ったか理由も添えて教えてください。そして昭和を彩ったシティポップの名曲を私フリハタに教えてください。邦楽洋楽問いません。特に春の名曲をお待ちしております。メールは because@bayfm.co.jp because@bayfm.co.jp です。番組公式ツイッターもございますよ。なかなかはちゃめちゃなつぶやきをしている番組、ツイッターですので、ぜひ皆さん面白半分でフォローとかしてもらえたら嬉しいです。そしてふつおたも大歓迎ですのでお待ちしております。とここでフリハタ愛からお知らせをさせてください。改めてになりますが、4月27日にファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーをリリースいたします。80s 夏の名曲全6曲を収録しております。先ほどの You are my only shiny star から、夏のミラージュ、ライドンタイムと、ね、夏の名曲揃いでございますので、ぜひ皆さん、お手に取っていただきたいなと思っております。そして本日は中山美穂さんの You are my only shiny star をワンコーラスオンエアしましたが、私のオフィシャル YouTube チャンネルにて全曲視聴動画も公開しておりますよ。ぜひチェックしてみてください。ジャケット写真はアニメーションチームノスタルックさんがイラストを描き下ろしてくださいました。対象店舗にてご購入いただくと、ジャケットイラストを使用したステッカーやメガジャケがもらえますので、ぜひゲットしてください。そして2022年7月にスペシャルライブの開催が決定いたしました。2022年7月2日土曜日、ビルボードライブ大阪。2022年7月8日金曜日、ビルボードライブ横浜にて開催いたします。フリハタ愛ファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーの初回生産特典として、チケット最速先行申し込み券を封入していますので、ご応募くださいね。また皆さんに会えるのをすごくすごく楽しみにしております。さらにファーストカバーミニアルバムの発売を記念いたしまして、4月24日日曜日14時からミニライブ&トーク配信の実施が決定いたしました。予約キャンペーンとしてタワーレコードさんと私のコラボポスターをプレゼントしちゃいますよ。配信は私のオフィシャル YouTube チャンネルからどなたでもご覧いただけますので、ぜひ皆さんご覧ください。その他パネル展示や対象店舗での店頭抽選会や応募抽選キャンペーンなど、各種キャンペーンの実施も決定しております。詳しくは私の公式ホームページ、もしくは Twitter や Instagram をご確認ください。はい、ということで皆さんぜひぜひ、ファーストカバーミニアルバムメモリーズオブロマンスインサマーお手に取っていただけたら嬉しいです。ということで、フリーボーイズフリーガールズの皆さんとはまた来週この時間にお会いしましょう。 BFM フリハタイの Because of You、 お相手は会いたい愛して I need you 愛の三拍子フリハタイでした。